だらけになってこれは普及できるんですか、このレベルで家ですか、ほとんど復帰できるとかないんですか、もうなったらダメです。だからあの工場の陰だから助かって、こんなにやられるんだから、なんか鉄筋しか残ってないんですか。いやもうでも南三陸とか女川とか行ってたら気仙沼とかすごいんだよ、バシャーンってやってる感じだったから、すごい、うん、わーっとことがないな、まあもうこのちょっと柿の木とかね、あのちょっとこう芽吹いてきたんでね、なんか取ってもらえば、せっかくこう生きた柿の木なんでね、秋に実ることを祈ってますね。どうぞ。ちょっと足元気をつけてくださいね。はい。はい。まあ、暗くないですか。大丈夫ですか。大丈夫です。まあこういった形で今日はドバーッとやってもらいました。3週間前でしたっけ、ねね、その時本当にみんな剥がしてね、あの板伸ばして、ね、こっから一時じゃなもんなんだから ね, ねあれ、あの手伝うもんが大変だったよ。そうですよね、結局手伝いとか来てそれで片付いているんだけども、自分のところが手伝いの人もなかなか来てくれなかったんで、うん、自分がやりたいんだけどもなかなか手が出せないかったんです。それでこうなんか一つ一つこう出してるのが虚しくなってね、それで結局少し中島産業さんのところで手伝ってたら菊池さんたちに出会って、じゃあ遠藤さんのところやってくれるっていうことで、じゃあお願いしますということで、まあ始まったんですね。その前にまあバゲットでこう書いてもらって、こういう状態だからね、ほら、で、全然もう下こうなってる、ね、でそっちはほらもう亀裂入っ、裏が亀裂入って状態だからね。あのね、結局、うん、さっき位牌がね、お袋の位牌が このまあそこが仏壇だったんですけども。ここで見つかったんです、うん、じいさんとかばあさんのやつは、うん、あそのまま残ってたんだけども、母ちゃんのだけがな、なんとかって言ってね、自分でたからね、自分これ絶対に見つけきならんぞって感じだったんだ、みんながね、うんうん、それでお袋が当番がね、そのご先祖様の脇、俺の車の脇に流れてたんですよ、1枚トバ1枚で流れてたの、うん、だから頼んでくれたのかなと思ってね、うん、びっくりしたんですよ、後で見て、あれ、墓に流されて引っかかったっちゃうかったっけ、ちょっと別の人だったか、じゃあそれが俺なんだけども、じゃなくてその引っかかったでしょ、うん、その脇にトーバが、袋のトーバが、うん、こっちから流れてきてたんですよ、脇にトーバどこ置いて、墓の横に置いたんじゃないの、ちょっと待って、違う、お袋の墓とご先祖様の墓違うんです、うんうん、違うの、ああそういうことか、そういうこと、はい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 、お袋の墓が仮にここにあったら、うん、塔婆立ってますよね、うんうんうん、でこっちの方に、あれがあるんです、うん、別の墓、結局車引っかかった、そう、うん、その脇に1枚だけ塔婆が、うん、あったんですよ、後で見たら、うん、びっくりしてた、すごい流れてるけどね、びっくりしたの、一枚だけですよ、あとは立ってんですよ、うん、守ってくれたんだって、だからね、守ってくれたんだって、だから助けてもらったなと思って ね本当そうだ、うん、不思議なことあるなと思って、まあ、結局に車の乗ってたんでしょ、して流れて、はいはい、引っかかったのが自分のところの墓だったっていうのか、そうですね、結局自分のところの墓っていうか、もうご先祖様のね、うん、そのここの脇にね、塔婆があったんですよね、うん、それもご先祖の墓だったっていうのか、これが初代の墓なんですよ、何あるか分かんないもんだ、本当だ、
これで引っかかってたんですよ。不思議なことだ。でもね、水かぶらなかったの？それで。だからそれで結局、いや入ってきて、に後ろのこれがあったからですよ。結局後ろの、後ろから出たの？そう、後ろから出て壊して、うん、あ、壊してなくてね、また開けて、いや、あの電源が入ったんですよ。流れてても、うん、電源が結構普通だったら電源も切れるとも思うじゃないですか、うんうん、それでエンジンかかったってこと？エンジンっていうか、もう入れたらもうランプついたから、もうとっさに後ろの窓を開けたんですよ、うんうんうん、それで這い上がったんですよ、ここから。あ、うん、窓から、窓から。あ、出た。それで、そうそう、なかなか割れないっていうからね。雪降ってきて3時間半もそこで、そこにいたの？まあその日のうちに助けてもらったけどね。うん、うん、だからなんていうの、不思議な体験ですね。うん、いやいやいや、あの本当に今の状態で、でそこから本当に、あ、母ちゃんどうすっぺ、流されてるっていう感じで、うわ、流されてんだって言った、カチッと止まったの。あ、よかったね。それからね、吉も動かなくなったの、そっから。ああ、そう、流れなかったんだ。流されなかったから、うん、九死に一生っていうのはこのことですよね。よかった。何をやれっていうのかなと思って、これからぐらいね。長生きしてどうすんだ。いやいや、これからの面白いこといっぱいあるさ。うん、そうだよね。これからが楽しいこと。今度あれだって、遊び行くから。遊びに来るって、こっち行くからね。遊び行くから、こっち行って顔見に来るから。そうだね。うん。まあ、その時はひげ剃ってる。俺した時、ぐわっと入ったんですよ。こういうひげ出なかったんだよ。ぼやぼやのひげさ。で、1ヶ月剃ってないって言ったの。たら、そこ あのね、母さんに、そうそうそう、いや、切りなさいって言われたんです。剃りなさいって言ったけどね。みんなでね、こう、髪もね、なかった。こう、きれいって言われて、評判悪かったんでね。お前、ボサボサしてっから、きれいってね、みんなに言われたから、多数決に負けて切られてね。多数民主国家だから。ひげもね、あの、揃えてもらって、うん、あのここまで、まあ、きれいにしてもらったんです。はい、上と本当に上と下、まあ、これだけまず違うということですね。まあ、あとかざしていくのがね、徐々に。またいらないものとかね、とか何か捨てるものとかあると思うんだけども、それはまあおいおいと、なんか思い出もう詰まってた。奥の方に入ってたのが出てきたんでね、助かったなと思って、うん、幸せだなったっていうかね、そういうのもありますね。本当に皆さんに助けられて、本当に家族だって思う、うん、それが一番の思いですね。